さんこんにちは、美容家の崎岡めぐみです。今日は皆さんからすごいリクエストがたくさんあった頭皮ケアと白髪ケアについてお届けします。抜け毛が気になってきたとか、白髪もねもちろん気になってきた、それから髪の毛が細く切れるようになった、張り腰がないとかね、あとうねるようになったってことありません？あとは赤みとかかゆみが出るようになったとか、毛がいっぱい出るとかね、そうそう、それ全てエイジングが進行してるサインなんです。私もねもともとすごい髪の毛結構豊かな方で、そんなに悩みくせ毛ぐらいだったんですけども、実はね40前ぐらいに白髪、抜け毛、それから赤み、円形脱毛症にも何回かなっちゃってね、本当に結構ね深刻なトラブルに悩んでました。本当にね若い時にやっておけばよかった美容ナンバー1なんですよ。それが頭皮ケア、白髪ケアになります。なんで若い時からやっておけばよかったかっていうと、私たち見えてるこの髪の毛、これ死んだ細胞なんですよね。でこのそうダメージケアとかもいいんですけども、髪の毛が作られる元となる細胞のところをケアしなければやっぱり意味がないんですよね。根本ケアですよね。うねりとか細毛とかもう実は髪の毛が作られる場所でもう決まってるんですよね。ではじゃあ髪の毛がどこから作られてるかっていうと、皆さんが毛根って言ってる場所なんですけども、頭皮の中の毛包とか毛乳頭とかいうところになります。つまり美しい髪は美しい頭皮からなんですよ。だからなんかスカルプケアとヘアケアを分けて考えてらっしゃる方いらっしゃるかもしれないんですけども、実はそれ違いで全部つながってるよっていうか、スカルプケアをすると元気な髪の毛が、黒髪が生えてくるよっていうことになって、髪の毛の若返りになってくるし、将来の自分に絶対に感謝されます。やっぱりスカルプケアってお顔のスキンケアとはちょっと異なるんですよね。で例えば肌にとってはアンチエイジング因子でも、頭皮にとっては脱毛因子になったりする成分もあります。DUO時代ねヘアケア、スカルプケアの開発やったんですけど、はっきり言って一番大変でした。顔のねお肌は結構取り返しがつくんですよ。髪の毛ってね取り返しがつかない部分が大きいんです。なので今回はオタク魂全開で、ちょっとね科学的な理論の難しいお話も含んじゃうんですけれども、この動画を見たら絶対今すぐ始めなくちゃって思っていただけると思いますし、元気な黒髪に取り戻す方法っていうのもご紹介しますので、ティーンの方から40代以降の方までぜひ最後までご覧ください。本題に入る前にというか、髪の毛の成り立ちをご理解いただいた方がよりねスカルプケアとか白髪ケアに力が入って納得もできると思うので、これからちょっと科学的なロジカルな部分をお話しますね。まず最初に、なぜ髪の毛って毎日抜けるの？これは実はヘアサイクルっていうものがあるからなんですね。このフリップにこうしました。髪の毛って個人差があるんですけども、だいたい10万本ぐらい常にあるっていうふうに言われてます。これも個人差があるんですけども、だいたい周期は、頭髪は4年から6年、いわゆる私たちの髪の毛ってここですよね。この下に実は毛母細胞っていうのがあって、この丸いところが皆さんが毛根だと思っている毛乳頭っていうのがあります。すごい皆さんに注目してほしいのは、ここの髪の毛が刀だとしたら、この鞘の部分を毛包って言います。でこの毛包がどんどん短くなったり長くなったりしてるので、あれなんかこの毛根、この丸いところが離れちゃったりと、毛細血管が離れちゃったりしてるのがご覧いただけるかなというふうに思います。この毛周期って大きく分けて3つあります。まず成長期、退行期、休止期なんですね。成長期にもいくつか段階があって、毛を作る元となる細胞が活発に分裂するのね。でどんどん増えて髪の毛を作り出してきます。でそれとともに今度鞘の部分、毛包っていう部分もどんどん伸びてくる。成長期の後期になると太く長い毛が、しっかりした毛が生えますよね。で毛細血管もちゃんと元気に入って栄養を髪の毛に与えて作り出してます。成長期はだいたい2年から6年っていうふうに言われてます。これが終わると退行期っていうふうになるんですね。私役割を終えたよと、毛細血管も離れちゃって栄養供給源がなくなります。髪の毛が抜ける準備を始めるんですね。だんだんこの鞘の部分も毛包の部分もだんだん短くなってきます。これを退行期っていう風に言います。これを2、3週間、次に休止期っていうのに入るのね。もう毛細血管からもう随分とうにもう途切れちゃいました。で毛包もどんどん短くなると、ついには皆さんが毛根だと思っている毛乳頭っていうんですけども、ここもバイバイしちゃう、いるんだけどもちょっと離れちゃってヘアロスっていう風になります。毛包っていう部分がどんどん短くなってるじゃないですか。だから容易に抜けちゃうんですね。髪の毛が溶かしただけで抜けてしまう。この毛周期っていうのは年齢とともにね、ずっと休んだままとかね、休止期のままとか、成長期に移行してくれないよとか、あと成長期の初めの方でもう退行期になっちゃったとか、成長期ちゃんと終えないまま抜け始める準備始めちゃうよみたいな感じで、この毛周期が、ヘアサイクルがどんどん乱れてきちゃうんですよね。だから旧式の髪の毛の割合が多くなってしまって、成長期の髪の毛の割合が少なくなっちゃう。そうするとなんか髪の毛寂しくなってきたなみたいになってくるんですよね。でこれ別に年齢だけじゃなくって、ストレスとかでも、あとホルモンバランスになってきます。でまたちょっと詳しくお話ししますね。続いては髪の毛が作られる場所ともうちょっと詳しくお話ししてきます。毛包と毛乳頭と言われるところになります。ここが毛包というふうに言います。毛乳頭はここね。毛母細胞っていうのはここにいます。一つずつご説明していくと、毛乳頭細胞っていうのはこの丸いところ毛根部にいて、血液から栄養をもらって、それを毛母細胞に栄養ごと渡すっていう役割をしているんですね。それと同時に実はもっと毛母細胞増殖してねとか、毛母細胞供給してねとか、いろんなシグナル伝達も行っています。毛乳頭って実は髪の毛を作る細胞、毛母細胞のコントロールをしているところになりますね。次に毛母細胞、毛母だから髪の毛の母なんで、これが実は私たちの表皮細胞のお仲間なんですけども、髪の毛の元となる細胞なんですね。髪の毛の構造をこうどんどん作っていくんですね。自分が髪の毛になっていく、それが毛母細胞です。細胞分裂する際に実は毛母細胞の場所にメラノサイトいるんですね。なのでメラノサイトからメラニンが毛母細胞にこう手渡される。それで着色されて黒髪になっていくっていうメカニズムになります。で次に、これ皆さん絶対に覚えていっていただきたいのは、毛乳頭とか毛母とか知ってたよみたいな方いらっしゃると思うんですけども、毛穴ですよね、毛包。そこには皮脂腺って言って、皮脂を作る細胞の袋があります。でその下に実はバルジ領域っていう領域があるよと。ここになんと私たちの毛母細胞のそれまたお母さん、毛包幹細胞っていうのと、メラノサイトのそれまたお母さん、色素幹細胞っていうのがこの辺に存在しています。だから実は上の方にいるのね。お母さんのお母さんはずっとお亡くなりにはならないで、子供は髪の毛となってヘアサイクルで脱落して亡くなりになってくるんですけれども、本来このお母さんのお母さんはずっといるはず。ここすごく大事なんですよね。この毛包幹細胞と色素幹細胞、ヘアサイクルごとに自分のコピーを作ったり、あとは毛母細胞に分裂する細胞を作ったりして、毛母細胞を供給してます。で色素幹細胞はメラノサイトを供給してます。2016年に東京医科歯科大学の西村先生というすごい先生方のチームが解明されたことなんですけども、加齢によって毛包幹細胞が、私は幹細胞でいること疲れましたと、私もう幹細胞でいることをやめて、もう運命変えて表皮細胞、つまりはターンオーバーに乗って赤として剥がれ落ちる細胞に運命を変えますと。で脱落してきますよ、つまりそれが老けなんですけども、髪の頭皮でいうと。でそういう細胞に形質転換してしまうっていうことが人で分かりました。そうすることで毛包のミニチュア化が起きて脱毛するっていうメカニズムなんですね。つまりは毛包がなくなっちゃうってことなんだよね。毛穴がなくなっちゃう。ちょっとつるっといっちゃった方って毛穴がないでしょ。そういう方はこれなんです。毛包幹細胞が私運命変えて脱落しちゃいましたと。でも一応運命を変えたら元には戻せないんですよ。だから髪の毛って取り返しつかないんだよっていうのは、そういうそれを今からもう抑える方法を教えてくれる。そうなんです。だからぜひ最後までご覧ください。ちょっと難しいんだけど我慢してね。あとね、私も悩んだんですけど、円形脱毛症になっちゃった方とかはね、これ自己免疫疾患なので別の要因もあるんですけども、毛包幹細胞はまだ生きている状態なのでちゃんと生えますので、ストレスに思わないでゆっくりね待っててくださいね。毛包幹細胞と色素幹細胞と同じバルジ領域っていう、同じ領域にいますよってお話ししたんですけども、近所にいるのよね。色素幹細胞を毛包幹細胞がちょっとコントロールもしてるんです。毛包幹細胞がエイジングしてしまう過程で白髪になります。なので毛包がミニチュア化する、要は毛包幹細胞が枯渇するっていう風になっちゃうと、もう色素幹細胞もやばいってことなんですよね。コントローラーを失ってしまうんですよね。だから白髪って脱毛の危険があるんだよっていうのもちょっと頭の片隅に置いといていただけるといいかなというふうに思います。オール白髪の方もいらっしゃるので全てではないんですけれども、大体メカニズムとしてはそういうことになります。脱毛と白髪っても表裏一体ね。そうね。毛包幹細胞と色素幹細胞、この2人が維持できないメカニズムとしてコラーゲン17型の枯渇が言われてます。続いてはもうちょっとまたさらに深掘り。実はこの毛乳と毛母細胞を基礎幹細胞、毛幹細胞、この幹細胞たちっていうのはお互いがね細胞間でシグナル伝達としてシグナルを送り合ってるんです。コミュニケーション取りながら働きを維持してるんですよね。なのでチームプレーなんです。毛乳と毛母細胞をこの幹細胞たちがちゃんと皆さんがこう仲良く送るべきシグナルを送ってそれをキャッチしっていうのができている状態が健やかな髪っていうか元気な髪、美しい髪の源になります。でそうすることで実はヘアサイクルを維持してるんですよね。健康なあるべき成長機能、髪の本数にしているっていうことになります。シグナルって何よっていうとちょっとこちらの方にざっと書いたんですけれどもちょっとわからないですよね。主に成長因子っていう風な言われるものになります。ここに書いたのはちょっと代表的なものなんですけどもいくつかちょっとご紹介すると HGF、GF っていうのはグロースファクター、成長因子っていうことなので覚えておいていただければいいんですけども HGF っていうのがあります。これは旧式を成長期に移行させる毛包成長因子っていう風に別名で言われています。あとは KGF っていうのがあります。この KGF は毛乳頭から産生されるんですけども毛乳頭から毛母細胞へキャッチボールをする人たちなんですね。その他に旧式になった髪の毛を成長期に移行させる、休んでないでほら早く成長しなさいあんたたちみたいな発毛促進因子として知られています。これね別名 FGF7 っていう風に言われていて資生堂のサブリニックあれのアデノシンの作用基礎と一緒なんですよね。で他にIGF 育毛の主要シグナルって言われてるのね。この表でお出ししたのは成長期を維持するのはこの因子たちですよ、対抗期へ移行させちゃうのはこの因子ですよ。だからこの対抗期へ移行という因子はちょっと気をつけてみていただきたいんですよね。3番目の成長期へ移行っていうのは旧式の髪の毛を成長期へ移行させる因子たちになるのでちょっともしね覚えておきたい方がいたら是非覚えておいてください。この他にも実はいっぱいあります。次は白髪メカニズムの新知見についてちょっとお話しします。メカニズムなんてどうでもいいやと思ってらっしゃるかもしれないけど意外と知ると面白いのでぜひご覧ください。実は白髪って酸化ストレスの影響が大きいっていうこともすごく発見されてきてるんですね。どういうことかっていうとメラニンが作られました。それを毛母細胞に手渡して毛母細胞が着色される、つまり髪が黒く着色される際に酸化物質である過酸化水素っていうのが妨害するんです。過酸化水素って漂白効果があるんですよ。実は歯のホワイトニングとかにも使われてる薬剤だったりもするんですね。漂白作用があるのでせっかくメラニン作ったんだけれども過酸化水素っていう活性酸素が邪魔しちゃうとせっかく作ったメラニンを白色化させちゃう。だから髪の毛が黒髪に着色されないっていうことになります。これどうしてこういうことが起こるのっていうと私たちが持ってる抗酸化酵素あるんですよね、たくさん。その中でもカタラーゼとか過酸化水素を分解する抗酸化酵素っていうのは私たちは体内に持ってるんですね。それがやっぱり何らかの影響で加齢とかねストレスとかで減少してしまう。そうすると酸化水素がバーって出ちゃって白髪になると。若くても白髪多い人いるじゃないですか。だから加齢じゃなくてそのいろんなストレスとかね、まさにエピジェネティクスですよね。外的環境、こういうストレスを受けてることによって高まっていなきゃいけない抗酸化酵素が高まってくれない。そうなると過酸化水素を分解できないので漂白されちゃって白髪になっちゃうということになりますね。次によくご質問を受けることなんですけれども白髪を取り戻せる、気になりますよね。これはまずは朗報です。私たちの白髪もそれの約2から3割は毛母のメラノサイト、メラニンを作る細胞が存在している状態の白髪毛包って言われてます。つまりメラニンを作る細胞は存在している、メラニンを作る細胞はいるので理論的に例えばメラノサイト活性化をさせたりとかメラニン合成をどんどん促進させたりとかすることによって白髪を黒髪に戻すこと理論的に可能なんですね。2から3割はもう戻るって。そう戻る可能性がある。だから諦めないでっていうところなんですね。ところが残り7割から8割。これは先ほどお話ししたバルジ領域にいる色素幹細胞が枯渇しちゃっているっていうふうに言われています。枯渇しちゃった毛包の白髪っていうのは永久に黒髪に戻ることはできないんですよね。メラニンを作る細胞を供給してくれるお母さんがいなくなっちゃった。もう私運命変えて老けとしていなくなりましたよと。っていうことになっちゃうので、もう残念ながら戻らないんですよね。ヘアサイクル、毛周期を何回も重ねていくことになりますよね、年齢とともに。でそうすることによってやっぱりコラーゲン17型の枯渇を筆頭にしたねエラーがいろいろ起こります。 DNA ダメージとか白髪毛包の割合が多くなるっていうふうに言われてるんですよね。だから若いうちからやっておけばよかった美容ナンバーワンなんですね。私のどうややったら黒髪に戻る可能性がある白髪と、もう永久に戻らない白髪、見分け方ってどうなのっていうと、完全に真っ白な白髪、もう色素幹細胞枯渇してしまって黒髪を取り戻せないと。ところがちょっとグレーみがかった白髪、完全に真っ白じゃないっていうのは、まだ色素幹細胞も実は毛母付近にメラニンを作る細胞もまだいるので黒髪を取り戻せます。次いきますね。これもね、ご質問すごい多いんですよね。女性型脱毛についてはどうでしょうかっていう質問なんですね。女性ホルモン、いわゆる私たちの美しさね、女性らしい美しさを維持しているというかのってエストロゲンっていう種類の女性ホルモンなんですけども、エストロゲンって髪の毛の成長を促してくれる作用があるんですよね。なので更年期、閉経、それからストレスによるホルモンバランスの崩れとかでエストロゲンが減少してしまうと、やっぱりちょっとどうしても薄毛に進行してしまうんですよね。さらにエストロゲン、女性ホルモンってコラーゲンも減少させちゃうんですよね。毛穴を支えている、毛包を支えているのって真皮って言われる、私の皮膚なんですよね。そこにはコラーゲンがたくさん存在してます。毛包を支える周辺組織が弱体化しちゃうっていうことなんですよね。なので支えられなくなっちゃってピョワンと弱くなって、ついには脱毛しちゃうっていうことも考えられます。ただ女性の脱毛ってね、男性みたいにつるっていかないと思うんですよね。じゃあ慢性旧式脱毛症、慢性的に旧式の毛がめちゃくちゃ多くなっちゃう、だからまばらに毛が生えてる状態みたいな、毛の本数がすごく少ないと、ずっと休んじゃってる毛が多いっていうことが結構女性型脱毛には言われています。いかに成長期の髪の毛の割合を増やすっていうことが重要になってくるんですよね。次もすっごいよく聞かれることなんですよ。男性ホルモンが多い人はニキビとか脱毛になるの？これね、実はそうではないんです。だからご安心ください。男性ホルモン決して悪者っていうわけじゃないんですよね。私たちの働く時すごいアドレナリンが出るみたいな感じのってあるじゃないですか。私たちを生き生きさせてくれてるのも実は男性ホルモンの役割すごく大きかったりもするので、一概に悪者じゃないんですよね。何が悪者なのっていうと、男性ホルモンから活性型男性ホルモンって言われるジヒドロテストステロンっていうものがあるんですけども、ちょっと難しいよね。これに変換させてしまう酵素 5α リダクターゼっていうのが頭皮においては悪者。さらに男性ホルモンを受ける細胞の鍵穴、レセプターっていうんですけども、それの感受性っていうのもあります。この 5α リダクターゼっていう酵素の量も男性ホルモンの鍵穴の感受性も実は遺伝的に決まってるっていうふうに言われているんですよね。この 5α リダクターゼ、これを阻害してあげればいいと思うんです。ちなみに活性型男性ホルモンがレセプターと結合しちゃうとどういうことが起きるかっていうと、脱毛因子 TGF-β っていうのが出てしまいます。だから毛乳頭から毛母細胞に分裂しないでねっていう情報がいっちゃうんですよね。髪の毛が成長しないまま抜けてしまうと。ここでちょっと豆知識なんですけど、つるっとちょっとヘアロスした方って体毛が濃い方多くないですか？ここは生えてるのになんでかしらみたいな思ってらっしゃる方いらっしゃると思うんだよね。この活性型男性ホルモンは体毛に働くと育毛シグナル IGF-1 っていう育毛因子が出ます。で毛が生えます。でところが活性型男性ホルモンが頭皮に働いてしまうと、脱毛因子 TGF-β っていうのが出て脱毛してしまう。頭皮と体でちょっと違うんですよね、出る因子シグナルが。今までちょっと難しかったですよね。ごめんなさいね、聞いていただいてありがとうございました。私が考えるスカルプケアアプローチの最適解、毛根部、毛包ですよね。毛包とか毛乳頭、大きくくって頭皮というふうに言います。頭皮を元気にさせて元気な髪の毛を生やすために必要なのは、育毛アクセルを踏むことと育毛ブレーキを解いてあげること、この2つを融合させたスカルプケアが私最強だと思ってるんですよね。今までね、血流とかね、ホルモン系とかね、ブレーキ要因ばっかりがフィーチャーされてたんですけれども、最近はやっぱり育毛アクセルとなるシグナルたちがすごいフィーチャーされてきています。とまとめると3つにまとめてあります。まず1つ目、育毛シグナル、黒髪シグナルを活性化すること、つまりアクセルを全開に活性化していくよっていうことですね。例えばシグナルでいうと、さっきもご説明した旧式から成長期に移行させる毛包成長因子 HGF とか発毛促進因子 KGF とかですね、良いシグナルを活性化させますよっていうアプローチ。加齢とかストレスで乱れてしまうヘアサイクルを整えて成長期の本数を増やしていきましょうよっていうアプローチになります。次2番目、毛包幹細胞を活性化する、色素幹細胞を維持するケアっていうことなんですね。もう毛包のミニチュア化を阻止、これは何をすればいいかっていうと、コラーゲン17型を増やしてあげればいいんです。3つ目、育毛ブレーキ、黒髪ブレーキ要因を抑制する、ブレーキを解除してあげることですね。踏みすぎのブレーキを解除してあげる。これどういうことか、大きく分けて4つにまとめてあります。1つ目、血流を促進すること、栄養を毛母細胞、髪の毛を作る細胞に運んでいるのって血血液なんですよね。でその血液を届けてるのって血管よね、血流よね。なので栄養が細胞に届かなければいけないので、血行促進っていうのは育毛につながる。で次にホルモン系のアプローチ、先ほどもご説明した活性型男性ホルモンを抑えるとか、あと女性ホルモンを補っていくケアとか。3つ目抗酸化です。これは黒髪ブレーキ要因よね。過酸化水素、漂白作用のある活性酸素を抑えてあげて髪の毛の着色を妨害させないっていうことですね。4つ目、これ頭皮環境を整える、皮膚の話、毛包ではなくてそれを支える皮膚の話を主にします。毛包を支える皮膚の酸化もそうだし、あと糖化もそうなのね。あとカルボニル化とかもあります。あと炎症、それから乾燥、あと真皮弱体化とかね、皮脂過剰分泌とかにも関わってくるんですけども、特に私ちょっとお話したいのは2つで、糖化と炎症なんですよね。糖化は体臭糖化生成物 AGE っていうのができるんですけれども、これって炎症性サイトカインって言われる炎症性物質をすごくたくさん出して炎症にこうさせてしまうんですね。炎症って実は白髪と脱毛の大敵なんです。エラーを起こさせる大敵よね。糖化とか炎症を抑えることってすごく大事になってきます、以上がメカニズムの話だったんですけども、皆さんこの難しかったのはここまでで、髪の毛はねお肌とは違って気づいた時にはもう手遅れっていうことになってしまうことがあるんだよっていうのを頭に入れていただきたいんですね。私していただきたいことが絶対一つあるんです。頭皮もお顔と同じように深部の立て直しが必要ですよね。つまり有用成分の凝縮、美容液を頭皮にも塗ってほしいですよね。こうすることで今の髪の毛のお悩み、白髪だったら2割3割は元に戻る可能性があります。白髪から脱毛に移行させない、もしくは今ちょっとなんか抜けが気になるんだよねっていうのをそのまま進行させないで育毛環境に整えていくっていうことが可能です。未来の髪の毛もケアしていくことにもつながります。もう本当ね、若い方絶対やっていただきたいし、今お悩みの方も今すぐ始めていただきたいっていうのはこういうことなんですよね。先ほどお話しした私が考える最強スカルプケア、全部網羅してる美容液が実はあるんです。見つけたんです。それをご紹介していきますね。